そう見えてきたな。うわ、雰囲気が、この右と崖というか山、山ちょっと暗くてどうなってるかわからないけど、すごいな、雰囲気がすごい。海の匂いが落ちてる。さあ、というわけで、はい、本日やってまいりましたね。ここはなんかすごい名前は聞いたことあるし、多分テレビで見たことあるんじゃないかな。おせん転がしというところ。おせん転がしなんかすごい有名だよね。いや、もう千葉といえばって名前出てくるね、絶対に。そうそう、テレビでも何回か聞いた気がするな。まあちょっとじゃあまず説明を。はい、おせん転がし、ちょっと名前の由来だけざっと簡単に説明すると、豪族の一人娘におせんっていう女の子がいたんですね。でそのおせんの父親はかなり強欲でね、村人たちを年貢で苦しめていたらしいんですよ。でそれに怒った村人たちが父親をこの崖から突き落とそうとしたと。けどそのおせん、娘のおせんが身代わりになって崖から突き落とされたという話がありまして、そのおせんの供養塔がこのおせん転がしだそうです。まあそういう伝説があるということですね。はい。ただその心霊現象とかはまた別の話で、過去に、ここで殺人事件が起こったそうなんですね。で犯人はもう死刑になったと。それぐらい残虐な殺人事件がありまして、親子、お母さんと子供3人が殺害されたと。で、殺害された後にこの崖から突き落とされたという事件があったんです。でそこからここで子供と女性の悲鳴が聞こえる、あと崖から滑り落ちる音が聞こえるといった心霊現象が、報告されています。崖なので転落事故だったり自殺も多発しているらしいんですね。だからここで写真を撮ったりするとそれらの霊が写ったり、あとその自殺した男の低いうなり声が聞こえたりといった話があります。それがここのおせん転がしです。まあ、危ない、近づかないでっていうのが書いてあるんですね。超崖。まあでも暗くてちょっとちゃんとは見えないんですけど、はい、まあ後でちょっと下映すと思いますが、何十メートルって感じだな。結構高かったね。とりあえずまあちょっと今は下見の段階なので、はい、まずは電磁波形。反応は特にか。そうだな。そうか。結構波の音がね。聞こえる？結構波の音がね。聞こえる？いや、逆に言わないで同じことを。いや、俺は特に何も気のせい。聞こえないのかな。なんかかこういう声に聞こえるような気がするような。女性の喋り声っぽい。そう、なんか喋り声っぽいの聞こえねえの。ちょっと高い声やな。ちょっともぞもぞ、何言ってるか分かんないけど。で、その現象としてはその供養塔じゃなくて崖が、うん、そういろいろあるっていう感じで、今なんか俺供養塔の方じゃね聞こえない。俺その風の風切り音かなと思ってたんやけど、全然親子のボソボソっとした会話に聞こえなくはないような気もするけど、会話してるような感じもなんか聞こえるような気がするんだけど、ただ今回この風が強いんでね、はい、よっぽど幽霊さんも声を張ってもらわないとそれからピンマイクつけてもらわないとつけられるか。なんかでも人の喋り声みたいな聞こえる気がするんだけど、気のせいか。ちょっとカメラ移動というかジンバルに変えるか。そうしましょうか、うん、これは供養塔ですね。あの赤いのなんだ。お地蔵さんのやつなの。一応あ、かもしれんな。頭に乗ってたやつとか、首に首とか、ちょっとあ、でもそうかもな。今回も深夜検証車中泊ゴミ拾いなんで、ちょっと明るくなってから。そうですね、後で今回結構めちゃめちゃ高いと思うんですよ。風がちょっと強いけど、ああ見える。一応ちょっとだけ食べる。まあ落ちたらもう助からないね。崖はもうここで。いやもう絶対これ以上入ったらな。だからちょっとでもこう勢いいって、これが例えばパン倒れたりしたら、おっとっとってなったらもうこれ。いやほんまに危ない。ここが一番でも現象としては事件もここで。そうですね。いろいろな音がするから、この先は無理なのか、もうここまでなのか。今どう声はなんかやんだり、たまにちょっと聞こえたり。今どう声はなんかやんだり、たまにちょっと聞こえたり。今おっおっ、昼間のこの景色、これじゃないの。あ、これやろ。前のビリーなんて撮影してるんで、これ手が外れたら危ない危ない危ない。で3日反応はありました。とりあえずまあそう食ってみても、向こう側もそうなんか崖というかな、岩山に囲まれた。だからさ、なんか事件というかそういうのも起きやすいんだろうなっていう感じがして、怪我ないからすぐにつかない。そうやな。じゃあちょっと戻るか。さあ、はい、じゃあまずは本科検証前の、食事兼車内検証、いきましょうか。はい。まあ車内で暗視カメラ、まあ暗い状態で食事とかしながらのまあいろいろ検証するということで、ちょっとまあ検証道具で人感センサーは車の上に今セットしてるんで、何か検知したら声が聞こえると思う。なんかよく聞くかな。でもそういうスポット行って車の中でっていうのは、あえてだからちょっと前と後ろに分かれて。そうですね、やっぱりちょっとだって後ろ座るとなんかちょっと雰囲気あれだもん。例えば3人でスポット、心霊スポット行って、うん、帰り1人だけ後ろ座るとめっちゃ怖いと思う。はぁ、言うてること分からなかった。隔たりがあるし、隔離されてる感じと、誰かいそうな雰囲気というか。しかもエピソードさ、大体霊って後ろ座らん。そうだな。後部座席に座りやすいんか知らんけど。まあ助手席が空いてることがあんまないんだもんね。幽霊的にも幽霊さんも、あ、助手席ちょっと座ってるから。誰が気使って、誰にどう気使ってるんですよ。ちょっとご飯食べますか。あ、マゲタンは自動完成。そうですね。じゃ静かに食べながらってことかな。そうですね。とっきのがありました。電気をつけるのがもうずっとゼロだな。それでここが崖で、まあ、ある意味なんか飛び降りも多いみたいな書いてあって、だからね、僕らが今泊まってるとこ絶対人なんか来ないし、まあお線転がしに行く人しか来ないような場所なんですけど、車が止まってるんですよね。でも誰もいない、もう乗ってないんだよな、その車誰もな、見た感じな。でもここ止めてどこも行く場所なんかない。ないよ。って考えたら、どこ行ったんだろうっていう。食事など通らんわ。先客かなと思ったんやけどね。そう、誰か YouTuber の人とか来てるのかなと思ったら。前回その社内検証で奥留めトンネルの時は2人とも「なんか聞こえねえ」みたいな「どこからかな?」って探してる時急に電磁波系になったりね。じゃあ今から音楽検証行きましょう。はい。ちょっとまずじゃあ先に人感センサーをセットしましょう。人感センサー。まあ何かあれば。いやこれ。崖の方に向けてますんでね。いやこれで喋ったら飛び降りた方のってことになるのかな。まあスカイフの崖。一瞬何やったのかな。この辺だったの。あれ、ここさ、オープニングしてたの。あれ、電磁波系もここでなったよな。確かに。崖じゃないのかな。とりあえず、まあ、一回ここでやってみましょう。やってみましょうか。一番目撃情報とかが多いのが崖。まあまあ、うん、いろんなね。うん、でも、ゴーストチューブは。特には。うん。まあまあまあ、写真じゃあ撮って。一個でも俺発見があったんだけど、はい、あの人感センサーをずっとその向こうに向けてさ、置いてんじゃん。その雑草とか草木は結構動いてるのいっぱい風で、でも人感センサー反応してないってことは、あ、ってことは草木では反応しないんだよね。だから何かで反応した時はもう生き物というか、いやもうそうやん、え、ほんまや。落ち葉とかではわ、俺今言われてちょっとゾッとしたわ。でしょ、前ダムの時とかさ、ほんまやん、めっちゃ揺れてんもんね今。草木では反応しない、あれで反応せえへんやん。ってことは何か違うもので反応するっていうのは、まあ一個発見だな。電磁波系と写真やってる。これ写真さ、一回さ、あのちょっと俺もう一回写すよ。前なんか、あ、そうか。そっちの顔がおかしくなってる。腕、手がなかった。そうそう、あれ。そうそうそう。俺結構影響されてない。確かに。今回は何か影響される可能性あるからさ、あるから、写真ちょっと最後俺写してみてください。じゃあゴーストチューブからしてみるか。はい、ゴーストチューブ崖に向かって今やってますが、うん、やっぱり何もないですね。あ、ちょっとでもこれは多分柵に反応してるだけです。あっ、あ、でも草かな。なんか海の方に反応あるような。ただこれはちょっと草な、草っぽいな。うん、そうですね。そんなにか、ちょっとなんか出るけど、まあちょっと断定しづらいです。もしもし。もしもし。あ、じゃあ今からちょっと、電話検証いきましょう。はい。うん。電話検証と暗視カメラですね。そうやね。それで、叫び声だったりっていうのは、電話を通じて。なんか、もぞもぞ声みたいな聞こえるような感じがあったのやっぱ風なのかなこれどうなんだろうな。でもこれ風だとしたら、はい、今までここでいろんな人が聞いた叫び声も風の可能性が高くなるな。まあね。なんか出るっていう先入観プラス風の音っていうのは、もうはっきりと叫び声だったら違うかもしれないけど。あー、急な風も叫び声に聞こえたりもする場合はあるんじゃないのかな。やっぱ先入観だろうなと。でもどうやろう。ちょっとその辺は今、俺ら検証ですけど、電磁波系は全く反応ないんやな。1回だけか。星はめっちゃ綺麗だけどな。なあ。今、流れ星があって見えたもん。マジで？全感センサーも反応は全然ないな。そうだな。ここは結構有名な場所なんですけどね。そうですね。何か起きるか。最強と呼び声が高いけど。そうだな。特にこの電話。TT 今聞こえた？マジで？いや、電磁波系は鳴ってないよ。違うかじゃん。なんか PP って聞こえる気がして。どっかの車かなんかかな？違うか。何や。あれかな？漁船とかかな？漁船が結構いっぱい下の海に。今パッと見る感じ、確かに2、3あるね。だから明日のゴミ拾いで、いっぱい、動いた後、漁港で朝ごはんっていう可能性が今高まってる。めちゃめちゃ楽しみやないかい。漁港でな。おい、やめろ、今言うの。明日のことしか考えられなくなったわ。おい、今、心理検証中やね、俺ら。明日のことしか考えられない、今もう。ただ、まあ、さあな、電話越しで何か聞こえたりっていうのは俺はないかな。そっちからは何もないか。俺今崖の方にいるからあれやけど。そうだね。なんか一瞬なんかピーピーってなんか聞こえた気がしたけど、まあでも。なんだろう、こっちは別に何もないけど。漁船とかかな。それかまあ、漁船だとしても。でも漁船だとしても俺が聞こえてないのおかしくない？おかしいな。確かに。何ピーピーって。でも、ピーピーっていう、幽霊さんはその機械を鳴らす方はいらっしゃらないと思うから。いや、まあまあ、言われてみればわけだ。その近未来的な方、どうだろう。ちょっと静かにしてみるか。誰かいますか？誰かいますか？よかったらお返事ください。なんもないか。ないかな。次、じゃあ俺一人検証行ってみよう。一人検証交代してみようか。そうやな。はい。じゃあ、ちょっと交代で。じゃあ、一人検証交代します。まあ、電磁波系、ゼロですね。風が鳴ると、うめき声っぽく聞こえるのはありますね。ちょっと、みたいな感じは。誰かいますか？よかったらお返事ください。人感センサーも全く反応はないですね。誰かいますか？まあ一通り撮ってみて、検証は一応やれるだけやったんで、はい、あともうおしゃべり人形ですかね。やってみましょうか。やってみますか。やってみましょう。さあ、セッティングが完了しました。まあ人感センサーはずっと同じように楽器を抜いて、あとおしゃべり人形ですね。これでまあ検証してみて何かお返事いただけたら。もしどなたかいらっしゃったら、もし、お返事よろしければいただければなと思いますので、お願いします。はい、まあそのお人形以外の現象でも何でもね、もしかしたら映るかもしれないです。そうですね。はい。それでは撮影しましょう。さあ今から車中泊タイムに入ろうと思いますが、まあちょっと現象とかちゃんと映像をまだ確認できてない部分があるんで、ちょっとそれを見てからかなと。有名な場所ですからね、なんかそうやな、何か特別になったもの、今のところ自分たちで気づいたのはあんまりかもしれませんが、ちょっとその辺は映像を見てたなと。そうですね。でちょっとじゃあ今回今から車中泊検証しながら、じゃあおしゃべり人形置いて、はい、失礼しましょうか。じゃあおしゃべり人形をセットしたので、今から車中泊に入ろうと思います。はい、さあ、昨日の車中泊明けです。でも崖がやっぱ確かに。ああ、めっちゃ崖やん。うわ。思ったより浅いねんな。見えるかな？浅いから余計に危ないな。ドラマみたいな。ただ景色はもう素晴らしい。抜群、景勝地ですね。普通に絶景ですけど、瀬戸の花嫁とか聞こえてきそうな。これでもマジで断崖絶壁。四国を思い出すわ。確かにすげえ綺麗。うん、だからな、昨日のちょっと一個気になった。この後のゴミ拾い動画、はい、後編の方で解決しましょう。そうですね。ここに捨てるか。ゴミ？違うか。備えてたのかな。でもこの缶なんかもぐしゃぐしゃされてる。そうやな。っていうか、あそこに捨てるか。な。まあ今からちょっとじゃあ後半はこのゴミ拾いは結構な。戦いないそう。うん。まだ映してないと思いますが、結構な戦いになると思います。めちゃくちゃあります。ぜひちょっとそちらも見てください。はい、ぜひ。それでは、まずは検証と車中泊をまず。はい。これがね、ちょっと見せますよ、今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください、これ。いや、これ通りたくねえわ、こんなん、おい。おお、やばいやばいやばい。これはいいな。